イベット・ギルベール、1913年、アンドレ・シネ作のギルベールの肖像画、イベット・ギルベールは、ベルエポック期のフランスで、カフェ・コンセールなどで活躍したキャバレー歌手、女優。パリに生まれ、エクス・アン・プロヴァンスで没した。エマロール・エステル・ギルベールとして、貧しい家庭に生まれ、子供の時から歌っていたが、16歳の時に、パリの百貨店、マガザン・デュ・プランタンのモデルとして働き、 ジャーナリストに注目された。働きながら、発声や演技を学び、1886年には、小さな劇場の舞台に立つようになっていた。1888年には、バリエテ劇場でデビューを果たした。やがてギルベールは、人気の高かったエルドラドというクラブで歌うようになり、ついでジャルダン・ドゥ・パリを経て、1890年には、 モンマルトルのムーラン・ルージュにヘッドライナーとして出演するまでになった。イギリスの画家ウィリアム・ローゼンステインは回顧録の第1巻でギルベールのムーラン・ルージュ初出演について次のように書き留めている。ある晩、ロートレックがラビニャン通りまでやってきて、レオン・サンロフの友人でもある新しい歌手が初めてムーラン・ルージュに出ると知らせてくれた。僕たちが行ってみると、 しとやかな要望で、痩せて、色白の、頬便にもつけていない若い少女が登場した。彼女の歌は、全く対照的におしとやかなどというものではなかった。しかし、ムーランの常連は、そう簡単には驚いたりしない。常連客たちは困惑しながらも、この全く新しい、ムクサとサンロフらしい、恐ろしく意味深長な歌詞との結合を、見つめていた。 三つ目、しばらくはそのままで、やがて歓喜の拍手が沸き起こった。ウィリアム・ローゼンステイン、W ・ロサンスティン。メンメモリーズ、ボリューム1、ピアニッシュも65、66同じ1890年に、ギルベールは、知識人や芸術家、ボヘミアンたちが集まる店として知られていたルディバン・ジャポネにも出演するようになった。舞台上のギルベールは、普段は、 黒の長手袋に明るい黄色の服を着て、ほとんど立ったまま動かず、歌に合わせて、長い腕を動かして、ジェスチャーをしながら、歌っていた。表現の革新者であったギルベールは、モノローグのような、やがて、パターソングと称されるようになる部類の歌を好み、ポスターなどで、語り手と紹介されることもよくあった。取り上げる曲の歌詞は性的なもので、歌の主題は、 悲劇や失恋、彼女の羊でもあった、パリの貧困などであった。1890年代には、やはり当時スターだったカムイルと一緒に、定期的に舞台に上がり、タリドの曲を歌った。新しいキャバレーのパフォーマンスを契機として、ギルベールは独特の性的に明らさまな歌詞で、それまでのミュージックホールの決まりごとを打ち破り、聴衆を魅了した。20世紀初頭において、 ギルベールは、その歌と、フランス庶民の姿の表現によって、フランス、イギリス、アメリカ合衆国で広く知られる存在となっていた。ギルベールは、画家、アンリ・ド・トゥールズ・ロートレックのお気に入りの画題であり、数多くの肖像画やカリカチュアが描かれ、ロートレックの第二スケッチ集はギルベールに捧げられた。精神分析学の創始者、ジークムント・フロイトは、 ウィーンにおける公演を含めギルベールの舞台を何度も見ており、ギルベールをお気に入りの歌手だと公言していた。劇作家、ジョージ・バーナードショーは、ギルベールの斬新さに焦点を当てた公演表を書いた。ギルベールは、1895年から1896年にかけて、イングランド、ドイツ、アメリカ合衆国を回る巡業を行い成功を収めた。 その後も欧米各地での巡業を行い、1906年には、ニューヨーク市では、カーネギーホールで講演している。1915年から1922年にかけての時期には、米国に滞在していた。50代、60代になっても、ギルベールの名声は高く、数本のサイレント映画作品にも出演した。その中には、FW ・ムルナウ監督の、ファウストにおける、 準守役級の役も含まれていた。その後はトーキーにも出演し、友人でもあったサシャギトリーとの共演作もあった。ギルベールがレボアデ3メートルに吹き込んだ録音には、有名な辻馬車や自ら作曲したマダム・アルチュールなどが含まれていた。ギルベールは一部の曲ではピアノの弾き語りを披露している。ギルベールは 後の英国をエドワード7世が王大使だった時に、コートダジュールで開かれた詩的なパーティーに呼ばれて演奏したことがある。当時、こうしたパーティーの接待役の女性たちは、競ってギルベールをパーティーに呼ぶようになっていた。後に、ギルベールは、ベルエポック期について本を書くことに注力し、1902年には、小説2作品が出版された。1920年代には、 ラル・デ・シャンテユ・のシャンソンという指導書が出版された。ギルベールは、幼い少女たちのための学校をニューヨークとパリに開設した。ギルベールは、母国フランスの中世民謡に関する権威としても、尊敬を集めるようになり、1932年7月9日には、フランス学局の大使として、レジオンド・ヌール勲章を授与された。イベット・ギルベールは、 1944年に79歳で、没死、パリのペール・ラシェーズ墓地に葬られた。ギルベールの死から20年後、ベティナ・ナップとマイラ・チップマンによる、電気、ザット・ワズ・イベット、ザ・バイオグラフィー・オブ・エーグレート・ジセウセが出版された。ありがとうございます。